横浜交通開発株式会社は神奈川県横浜市中区に本社を置く横浜市交通局の外郭団体である。慢性的な赤字を抱えていた横浜市交通局の経営基盤を強化すべく財団法人という形態の横浜市交通局協力会では実施しづらい交通局の資産を活用した営利活動を行うために設立された。なお会社設立にあたっては 横浜市交通局協力会から駐車場事業などが譲渡された。新横浜交通ビルの保管施設の管理、運営貸し店舗の管理、運営駐車場の管理、運営駐輪場の管理、運営路線バスの運行広告代理店事業の、運営自動販売機の設置場所の管理バス、乗車券発売事業の、受託損害保険代理店事業の運営この他にも、 交通局職員住宅跡地を利用した賃貸住宅の経営や横浜市営地下鉄ブルーラインの延伸工事における現場技術業務などの不動産建設事業も行っている。4つの系統を直営路線として運行している。61系統、70系統、117系統を担当する磯子営業所は横浜市営バス磯子営業所内に 100系統を担当する緑営業所は、横浜市営、バス緑営業所内に置かれている。61系統61系統は、磯子駅及び新杉田駅と東京入国管理局、横浜市局のある鳥浜町地区を結ぶ路線である。横浜交通開発移管前の2007年3月31日までは、利熱、金沢、金沢工業団地発着便や、 新杉田駅から並木地区などを循環する便も運行されていたが、横浜市営バス事業のあり方に関する当申を踏まえた路線の再編成により、鳥浜町発着便を除きすべて廃止となった。その後、12月9日に横浜市営バス、磯子営業所から横浜交通開発磯子営業所に移管。移管後も引き続き、全便が鳥浜町発着で運行されていた。 2009年6月1日に東京入国管理局横浜市局移転に従い、入国管理局前バス停が新設され、鳥浜町入国管理局前が延伸された。この際に磯子駅発着便を中心に増発された。2017年8月現在、平日と土曜については、おおむね1時間に1本程度。 全区間運行されており、平日と土曜朝夕にはこれに加え新杉田駅、発着便も運行される。一方日曜については、早朝に磯子駅発、夜間に磯子駅義便が設定されている以外は、新杉田駅発着とされている上に、日中の運行は行われていない。入国管理局へのアクセス路線ということもあり、磯子駅、新杉田駅、 入国管理局前発着時の案内放送で、英語放送が追加されている。70系統磯子駅から、廟部川浦駅を経由して、塩見台地区を循環する路線。全便が、塩見台2丁目を先回りとする一方循環となっている。70系統の深夜便として375系統が運行されているが、こちらについては、 現在も横浜市営バス滝頭営業所が担当している。117系統を新杉大気と、幸浦一丁目付近の工業地帯を結ぶ路線。かつては、三菱重工業金沢工場への通勤路線として、平日と土曜朝夕に運行されていたが、同工場の移転後は平日朝夕のみの運行としている。また、移転した三菱金沢工場付近に設置されていた。 三菱金沢開館前から三菱金沢工場前館は廃止となり、藤森工業前付近で展開する循環路線として、現在は運行されている。三菱金沢工場閉鎖後は、減便が続き、現在は平日朝と夕方に一本ずつ運行されるのみとなっている。100系統2014年4月28日、三葉コミュニティにより運行されていた。 鴨居駅北口ララポート横浜間のシャトルバスが廃止となり、その代替として新設された系統。2015年4月1日に、市交通局より、同社に移管された。書類上は100系統が付番されているが、旅客向け案内では、直行鴨居駅南口ララポート横浜、ララポート横浜シャトルバスなど異なる名称で案内されており、 行き先表示も2020年2月現在、100系統の表示はされず、系統名が表示される部分には直行と表示されている。ただし、車内の運賃表示器では100系統の表示がある。鴨井駅南口、ララポート横浜で配布されている乗車券引換券を利用することにより、この系統のみ、三葉コミュニティ時代と 同じく無料での乗車が可能となっているが、乗車券引き換え券がない場合は大人100円、子供50円を運賃として支払う必要がある。また、IC カード、定期券、経路特別乗車証、福祉特別乗車券、一日乗車券等は利用できない。ララポート横浜の営業時間に合わせて30分間隔で運行されている。同社への移管移行も、 市交通局などが発行している乗車券類と横浜市経路特別乗車証横浜市福祉特別乗車券についてはこれまで同理利用できる。なお IC カード乗車券は市営バス、磯子営業所と同じく2008年6月8日の導入となった。なお、2トル以下の横浜交通開発路線定期券の販売は磯子定期券発売所での販売のみ。 横浜市営バスと同一仕様になっている。横浜交通開発のバス2009年度導入分までは横浜市営バスからの譲渡車両のみであったが、2010年度導入分より譲渡車両ではない新車を導入している。最初の番号は導入年度を表す。下4桁目は車種を表す。1は、いすず、2は、三菱、3は日野、4は、日産ディーゼルである。 下3桁目は用途で横浜交通開発所有者は2で表示最後の2桁は車両番号を表す。所有する大型車三菱不走車は会社設立時より一度も導入されたことがない。塗装カラーリングは従来の市営バスと同一のものとなっているが正面の局所が横浜交通開発の車掌 TD に側面の横浜市営の表記が 横浜交通開発にそれぞれ書き換えられている。ありがとうございます。